ケロちゃん。びっくりした。びっくりした、僕の面。私も今びっくりしましたから。びっくりした。やだ、困るよね。やけんのポテ。入れるからね、大丈夫。私もびっくり。ちょっと待って。してないよね。閉じるから。でも一瞬揺れたか。揺れたのかあれだったのか分かんなかった。でもどうなんだからね。全然。あ、ちょっと揺れてんのかな。ポッチャの水が揺れてる。横の揺れなのかもしれない。私は言いたい。備えが大事だということを。今日の反省は、ぽっちゃんの非常フードがないことです。うん、人間はね、うん、すぐ支給されそうだけど、犬のひなについて考えたいと思いました。そうだね、犬被弾グッズを作っていたらね、うん、いいのかもしれないよね。いいと思います。かわいい顔してる。そうだね、またね、冬だしね、今はね。うん、まあ最悪うちにある米を炊いて食べさせるしかないけど。うん、そうだね、仕事用の小麦粉はいっぱいあるけどね。うん、なんかね、そういう、まあ、それでパン焼くのもあれなのか。だけどぽっちゃんはね、穀類じゃなくてお肉じゃないとね、困るもんね。そうかそうか。そこら何、ジャーキーとか、うん、そういうのをお湯に戻して食べさせるとかよね。て、うん、私は言いたい。備えが大事だということをみんなも忘れないで。そして飼い主のあなた、はい、ソーラーバッテリーが必要なんじゃないの。バシバシ。他に訴えたいことありますか。じゃないと動画撮れないよ。確かにね。わお、あ、わお。なんか動画、あの防犯カメラ、お留守番カメラ、お留守番カメラ見返したけど、うちは全く入れてないね、多分ね。うん、うん、気持ちだけが焦ってしまったね。うん、またやっぱ9月のが怖かったからさ。うん、おっちゃんは生まれた頃かな。そうだね、うん、下手したら生まれた日、誕生日設定的には9月6日なんで。そうだね、地震のあった日だね。うん、地震のあった日に生まれました。そうだね、うん、ちょっと事務所通してください。ちょっとやめてください。他に伝えたいことありますか。ないです。ダメだ、取材してくんない。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それ、ね、尻尾が言う。Yeah.